ちょ、こんにちは。あ、なんか今日挨拶が違った。ちょ、ちょ、待って。すみません。なんですか。お笑い芸人さんのようですけれどもね。チャンネル登録よろしくでです。来ました。そうだね。指令が来ました。いつもチャンネル登録って一番最後に言う、はい、チャンネルが多いけど。はいね、はい、チャンネル登録よろしくね。ここは違います、ね。はい、そうだね。最初からやっていきます。はい、最初ね。今芸人さんたちの間で話題なのが、はい、嫉妬した芸人さんを上げていくっていうものを、はいはい、例えば小籔さんだったりとか、はいはいはい、結構嫉妬した誰々っていうのが今かなり流行ってるそうなんですよ。はいはい、でもちろん野球選手にも豊さんにも現役時代憧れというより嫉妬、羨ましい、いいなと。うん、思った。でこの選手にはもう勝てないなとかライバル視とかあると思うんですけれども、今日は豊さんに嫉妬した野球選手。あんまり嫉妬しないからな、人は人だから俺。マイペース、マイペースなんだよ。え、それ小学校とか中学の時からそんな感じ？全く。まあそんなに嫉妬したこともないし。例えば あの選手羨ましいなとか全くないね。なかったよ。ああ、そうなんですね。うん、でも考えてみるとそうだったのかなっていうのはあるよね。ありますか。うん、じゃあベスト5、1位から5位までちょっと出していただいたので、はい、まずは嫉妬した選手5位いきましょう。5位は魔人佐々木。ピッチャー。ピッチャー。え、豊さんだって内野手ですよね。いや、佐々木のボールとあのフォークを、まっすぐとフォーク持ってりゃ、うん、面白かったと思うよ。自分がそうだったか。楽だったと思うよ。楽、こいついいなと思うもん。あ、そうだった。9回に出てきてさ、はい、ピャッピャーンと投げれば抑えられるわけよ。ほとんど失敗ないんだから、はい、で俺らがよし先発で行くぞって言った時に、うわ、でね、行ってらっしゃいとか言って、うん、マッサージしてるんだから。9回だから。そうですよね。あ、抑え、クローザーとしてのポテンシャルっていうのは素晴らしかったな。俺らが守ってて、あ、やっと9回来た、うん、佐々木が出てきてくれる、うん、あ、もう勝ったと思えるピッチャーだったもん。安心感はものすごい。いや、だからそれにはやっぱ憧れるし、はい、だって俺が代打、まあ代打っていうか打席に立ってさ、チャンスの時に、あ、よかった、豊が絶対打ってくれるって分かんないわけじゃない。いやいや、思ってた、ね、いやいや、でも3割だから打っても、はい、得点圏だって4割いったらすごいから、はい、でも3割ちょっとでしょ、うん、得点圏って打てるか打てないか分かんないじゃん。佐々木が出てきた瞬間にゲームが終わったって思うんだから。そう、頼もしかったし羨ましかったし、うん、そういう存在に慣れてるっていうのが羨ましいよね。でもちろんね、抑えたらあのガッツポーズってね、いけるガッツポーズもしないあんまり。あ、当然だみたいな感じで、よし終わったみたいな。まあ仲も良かったしね。あ、まあそうか。じゃあ豊さんが頑張ってれば大魔神のようには慣れてました。慣れない。どんな頑張って、どんな頑張って、あんなに手が開かないもん。あ、まずそっか、ここが。いやいや、もうあのフォークの落ちなんか守っててもう全部フォーク行け当たんねえよなとか思うぐらいのフォークだから。もう、じゃあもう谷繁とか秋元とか必死だよ。まあサイン全部知ってたから、はい、だから佐々木朗希と一緒みたいな感じだよ。バッバーンと落ちるからもう必死に止めてたよ、キャッチャーがね、うん、必死だ。だからフォークなんかよく出すなんて、なんだサードでみたいな。あ、そうですよね。早く止めろよみたいな。そうです。だからまず飛んでこないと思ってるから。いいですね、9回うわ、楽勝なんだよ。だからそういう存在っていうのは憧れるよ、ね。あ、なるほどね。そっか、だからね、あのポジションは違えど、はい、5位が大魔神佐々木さんと、ね、じゃあ4位です。まあ5位にしたのは同じチームだったからね、うんうん、佐々木ちょっとこらえて5位になってくれみたいな感じだけど、まあ、そうですね、味方だったし。そうだね、はい、4位は古田。これもポジション違いますよ。いや、面白かっただろうなと思うよ、野球が、自分がリードして抑えてって、あ、走ったら殺してみたいな。走れなかったから。もう肩良かったですね。あ、もう古田が出てきてから全く走れなくなったから。刺されてました。刺されたもうスーパーカートリオ4本のタイヤで走るのに、はい、1本パンクみたいな感じだな。古田さんの時は。あ、そう。いやいや、そのぐらいの。だから最初に俺古田見た時に、あ、これはいいキャッチャーになると思ったの、うん、もう所作が違った。シートノックで最初に見たんだけど、はい、これ誰だと思って、うん、あ、これはすごいキャッチャーになるぞと思って見てた、
はるかに良かった。もっと良い。もっと。じゃあバッターとして打席に立った時の古田さんのそのリードとか攻略豊さんのどうでした？まあでも打った時には野村監督の横で立たされて怒られてたけど。よくありましたね。まあ、あったけど、やっぱキャッチャーとしての素質っていうかさ、これはやっぱ羨ましかったな。まあ、リードっていうのはさ、やっぱりピッチャーがそこに投げてこなきゃいけないし、やっぱ組み立てっていうのはすごく感じてたけど、はい、まあでも打てないことはなかったし、うん、まあだけどあの選手としてのポテンシャルと、やっぱ彼の持ってる頭脳とか、これはやっぱこう羨ましかったというかさ、うん、バッターとしての古田さんっていうのはどういうふうに見てました？まあしぶとかったし、ホームランも打てたし、首位打者を争った時もあるしね、はい、まあ彼が取ったんだけどさ、まあだけどそんなにバッティングっていうことに関しては嫉妬はしなかったよ。やっぱ彼の持ってるキャッチャーとしての能力の、そっちか、うん、やっぱこう凄さ、はい、これはやっぱこう良かったないいなって良かったな。忘れもしないけどさ、はい、西武と日本シリーズやって、はい、伊藤捕手とやっぱ古田が比べられるわけね、はい、でその時は西武が勝って、よし古田に勝ったぞみたいな、うん、伊藤が言ったんだけど、対古田を意識してんだよね、伊藤も。あ、やっぱりそうなんだ。だから、まあ、それは同じチームで同じピッチャーでね、こう受けるわけじゃないしね、それは測れないけど、やっぱ古田っていうのはやっぱすごかったなと思うね。あ、だから豊さん以外にもいろんな選手から憧れられたり、やっぱライバル視されたキャッチャーってことですよね。まあ憧れてたかどうかわからないけど、はい、俺はなんかすごく羨ましいなと思って。それとはやっぱり巨人とバチバチの時もあったし、ね、ありましたね。ぶつけられたりだとかさ、まあ、故意にぶつけたかどうかは別問題として、うん、そういう事件に発展するような、だからそのぐらいやっぱり相手からも能力が高いから、うん、そうされたんだと思う、うん、すごいなと思う、ね、そうですね。その野村さん、野村イズムを引き継いでそったのも古田さんですし、 そっからこうあの考えるキャッチャーじゃないですけれども、はい、データのキャッチャーっていうのもみんな考えてるんだよ。伝え方も彼はうまいし、あ、うん、そういうことなんですね。そうそうそう。3位です。3位は原。ああ、同年代の。これはね、持ってないものがないいや、それは若大将と言われてさ、はい、男前だしさ、はい、プリンスだよ、花があるという。それはもう高校の時からですか？もう高校の時なんか月とすっぽんだもん俺なんかお前宇宙のゴミぐらいしかないそんなことないんですよ。いや、本当本当。だから彼はなんかこう三千と輝く一番星みたいな、うん、いや、そのぐらいの差を感じた選手だよね。あ、そのだからプロに入る前からもう注目されて、やっぱ花があるよ。あ、まあ、イケメンだったりとか、うん、それはね、走らせたら俺の方が早いよ。そうですよね、守備も絶対俺の方がうまい、うん、でも打つことに関しても、ヒット打つことに関しては俺の方がうまいかも、うん、でもね、あの長打力とか、はい、スイングの速さとか、うん、憧れたな。ここに150キロ超えるようなボールが来てもバーンと弾いて、はい、三塁線にファール打てるんだ。俺なんかくさってしまってちょっと割手首骨折かみたいなそんな感じになるんだよいやだけど彼はやっぱりこうやっぱスターだな。でやっぱり巨人軍っていうところもそ、ね、またそこに引き当てられるっていうのもさ、やっぱスターの証明だよね。でもう1年目からだったんですか、原田監督は。最初からレギュラー。え、そうなんですか。俺はベンチに座ってた宇宙のゴミみたいな。なんでゴミ。いやだけど彼はやっぱりスターだったよ。いや、そうなんですね。同級生全員に聞いても、じゃあ俺らの学年の一番のスターは誰だって言ったら払っている。まあ、辻さんとかも同年代ですね。同年代でもお前足元にも及ばない。ちょっと待って。いや本当本当、辻なんてもアマチュア時代どこにいたのみたいないや本当だよ。まあ西武時代ね、黄金の西武。いやだからああやって輝きを増してきたけども、でも辻に聞いても、うん、俺らの年代に全ての人間に聞いても、はい、俺らの同年代であげろって言ったら払っている。そうなんですね。いややっぱすごかったよ、彼のスター性っていうのは。そっか、だもちろんプレーもそうですし、やっぱその風貌というのでも若い女性たちがやっぱりね、キャーキャーポンポンと落としてるから落としてるんですか。いや、わかんないいやだけど、まあ例えば未だに監督として、うん、でジャイアンツで歴代の1位の勝利数を誇ってて、もうずっとスターなんだよ彼は。え、今の球界で言ったら誰みたいな存在でした？
ちょっとコメント欄荒れるからやめよう。いや一瞬ひらめいたら大谷って言おうと思ったんだけど、さすがにそれはコメント欄荒れるでしょ。だから言ってないよ、言ってないけど、今で言う、うん、いやだからまあ例えばピッチャーで言えば佐々木朗希とかさ、山本よ、いやでもそうじゃないな、でもアマチュア時代から、もうアマチュアからですもんね、もう15の時からだよスターは。すごいですね、いやすごいんだよ、だから15の時から悪ガキでっていうチェッカーズの曲ありましたけど、悪ガキどころじゃない、もうスターだから、悪ガキも通り越してるから、あのスター親父が監督だし、悪ガキできない、東海大の。そうですよね、すごい、やっぱそうか、そうだよ。じゃあ3位は原さん、はい、2位です、2位は秋山浩二、あの外野手のブンブン丸、この身体能力はブンブン丸って誰なんだ、それあのイケもうなんか話しながらあれブンブン丸みたいな、ヤクルトのイケは、いや違うですね、あのアクロバット、秋山浩二、はいはいはい、この身体能力は憧れた。あ、俺も運動神経めちゃくちゃいい方なんだけど、はい、俺何やらしてもうまかったんだよ、バスケットやらしてもバレーやらしてもハンドボールでも、うん、ポートボールでも全部ポートボール知ってる、何ですかポートボール、ポートボール知らない、ゲートボールじゃない、いや台の上に一人立っててパスしてはい行ってみたいな、ポートボールも、まあ、いいんだよポートボールの話はいやでも秋山浩二のあの身体能力、うん、あの野球のうまさとか、はい、まあ内野手の時はそうでもなかったけど外野に行ってのね、うん、あのポテンシャルっていうのは羨ましいなと思ったな。走っても速い、ホームランも打てる、なおかつ爆中して、お前俺もできたけど、はい、40本40投球できるんだよ、40-40ですか、うん、やったかな、あやったんですよ、やったと思う。それとオールスターの時に古田がねサイクルヒットを打ったんだけど、はい、センターオーバーの当たりを秋山が追っかけたんだよ、はい、もう忘れもしない。でその時に取れなかったんだけどフェンスに足でガーンってついてさ、それをボールを取ろうとしたんだよ、はい、あの身体能力はねすごい。俺も運動神経が良かったから俺も負けないと思ってたけど、いや秋山浩二これには勝てないなと思ったもん。ああ、もともと持って生まれた身体能力なんですね。いやすごい、どのスポーツやってももしかしたら、いやもう超一流になる、そうです、あもし相撲取りでもできたと思う、あちょっと太らせて、ほんまブクブクそうか、あとスタイルも良かったですよね。悪かったな、え違う秋山さんが秋山さんがですよ、スタイル良かったですよね、スタイルいい、スタイルはいいしさ、爽やかだしな、はい、あれは良かったな秋山は、うん、であの黄金時代のまた西武にいて活躍してたんで注目度も非常に高かったですよね。そうね、うん、じゃあ2位は秋山さん、そうだな、じゃあ1位は誰なのか、1位はね不本意ながら江川さん、うん、ちょっと不本意ながらって何ですかいや今の風貌とか見るといやいやいや今もね今も活躍されてますけど、まあ江川さん、うん、俺もピッチャーやってたのね僭越ながら、まあ高校の時とか、で高校の時とか県大会優勝したりだとか、うん、まあ甲子園出場はないんだけど、まあ、そういうことをやってて、うん、でも江川さんの記録を見るとヒット2本で甲子園行ってるんだよ2点取られたんじゃないんだよ、ヒット2本で甲子園行ってるんだ、まあ、ほとんどノーヒットノーランとか完全にとか、うん、そういうことなんだ、それがプロに入ってくる、はい、で俺の考えの中でやっぱそういうピッチャー出身で、うん、ピッチャーができなくなって内野手外野手になっていくわけじゃない、はい、そしたらやっぱりねいつまでたっても俺の中ではピッチャーがスターなんだよ、うん、あそこのマウンドに立てるっていう、はい、野球の原点っていうのはなんかピッチャーから始まってるみたいな、うん、俺はそう感じてて、だからそこに君臨した江川さんってとてつもない記録を持ちながら、うん、高校の時とかね、で高校の時なんかあの名門のバッターたちが二握りぐらい短く持って挑んでんだよ、それでも空振りするんだから、でそれが、まあ、大学の時に、まあ、ちょっとお知り合いになって、うん、マウンドに入った時に、はい、駒沢のキャッチャーだよ、駒沢のグラウンドで会った時に、ね、1年坊がマスクかぶって、ね、来た、マスクはかぶってないんだ、日米野球のセレクションの練習でね、はい、で江川さんも来られて、俺も1年からあのセレクションには呼ばれたんだ、はい、で江川さんがブルペンに入った時に、ああ江川だと思って、うん、見てたら江川さんが一言、うん、駒沢の1年生のキャッチャーに、うん、取れるかって言ったんだよ
失礼じゃない。いやそうですよね。失礼、野球やってんだからさ、取れるかはねえよなみたいなキャッチャーが、はい、ね、1球投げたんだよ、うん、取れなかった。これ弾いたんですか。すげえとか思って、球全然違ったんだよね。やっぱりマスクかぶって、マスクはしてくれって言って危ない、わかりましたとか言って素直に落ちてた。いや待って、もう全然違ったんですよね。全然違ったんだ。大人と子供みたいな差だったんですか。でプロ入りして初めて俺がスタメン張ったのが江川さんだった、はい、3三振、うん、相手にされない。全くですか、うん、こういうピッチャーってすごいなって思って憧れだよ。でも憧れだからやっぱこう憧れ、大谷じゃないけど、はい、憧れるのはやめましょうみたいな、江川さんの時はそうですよ。そうそう、その時点で負けちゃいますからね。そうそうそう、うん、だからその後はどうやって打てばいいかっていう、だから江川さんがなんか俺を育ててくれたみたいな、あ、大げさに言うとね、はい、うん、だから3割打っても江川さんからどう打つんだっていうことは常に考えてて、うん、野球人としてなんか成長させてもらったし、はい、だから江川さんの球って今でも覚えてるけどすごかったっていうのはね、はい、プロのナンバーワンのピッチャー、うん、俺の中ではね、はい、まあその人にはやっぱ憧れるよね。そう、俺が江川さんだったらってもう本当楽しかったと思うね。マウンド立って、マウンド立ってブンブン投げたらポンポン空振りするんだよ楽しいですよ、ね、楽しいよ。だからまあ5人挙げたけどね、はい、まあでも一番最初にはやっぱりピッチャーだな。本当はピッチャーを5人並べたかったんだけど、ね、あ、まあ、やっぱりそのぐらいピッチャーって花形だなって。やっぱスターだよ、うん、あそこのマウンドに立てる人っていうのはやっぱ野球を始めてからプロまでそこに立ち続けるっていうのはすごいよね。そうですよね、うん、でもそういう例えば憧れだったり、まあ、嫉妬するぐらいだったりとか思う選手がいるから、逆にじゃあそこをこう乗り越えていくにはどうしようっていうことで自分も成長できたっていう部分は大きいですよね。まあ、あるよね。まああるけど、まあ同じポジションっていう人には憧れなかったんだよ、うん、例えば岡田さんとか篠塚さんとかいろいろいたけど、はい、憧れにしちゃったら抜けることはないし、うん、嫉妬もなかったってことですか。もう全く嫉妬はない。じゃあ負けるところは認めてたよ。篠塚さんの守備なんかさ、はい、もうほんと柔らかくて、うん、こんなボールの殺し方ができるとエラーなんかしないだろうなって思うような柔らかさがあったんだよ、はい、で取ってからの速さとか、うん、でもそれはできなくても俺は篠塚さんよりは少なくとも守備範囲は広いとか、うん、そう、勝てるところをこう模索していってるから。じゃあポジティブなんですよ要は。そうか。そうです、そうです。いや、そうなんですよ。どう感じかもからない。いやいや、でもそれを嫉妬と捉えてインに入ってくる人も中にいるじゃないですか。だから湯田さんその逆だから、これは勝ってるだからここを伸ばそうとか。ああ、まあそうか。そうだからポジティブな方なんですよ。ポジションがね、かぶってる人はいない、うん、まあ内野手としたら原がいるけども、はい、まあ、原はもう本当にスターだったないや、この5人の中で来世生まれ変われるとしたら野球で誰ですかね。最後それで締めていただきましょう。江川さんはいろいろ問題あったからねそうですね、それは経なきゃいけないんです来シーズン。来世、いやいやいや、そしたら原だよ。ああ、やっぱスターの道、原監督だよ。原監督はよく喋るんだよ、グラウンドでね、はい、お前の人生歩んでみたいよって言われるんですか、原さんに、うん、いや大変だぞ俺もって言ってんだよお互いに。じゃあ来世は原監督と豊さんちょっと交換で。そうだね、でもな、うん、原とも遊びに行ったけどさ、はい、原監督はなかなかね遊べないよ。いまあ遊ぶって女とかそんなんじゃなくて、うん、もう人の目が、大学の時とかね、うん、同級生で日米野球の時とか飲み行ったりとかしたけど、うん、もう大変だもん。あ、原だ原だって今より もっと面が割れるというかさ、はい、今あんまり地上波でいろいろ放送しないし、うん、やらないですよね。だからあれだけども、うん、もう大変だもん。あの時も毎日地上波で巨人戦もあったしとか、はい、だから学生の時まで甲子園出て、はい、まあ、原スターだどうのこうのってやってたじゃん、はい、大変なんだよ。プライベートは合ってないようなもん。いやだからお前大変だなって言ったら、はい、もう慣れたからって。慣れた。スターは違う慣れるんですね。俺に誰か来いよみたいなと思ってたんです。そうそうそう。じゃあ来世はじゃあ原監督で。そうだね、はい、はい。